こんにちは。7月3日水曜日、いばきら TV ステーションのお時間です。本日のこのお時間は須藤たやペアでお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは今日の茨城県のお天気をお伝えします。今日は北部南部ともに曇りで、ところにより雨の予報です。夕方6時までの降水確率は北部南部ともに 30% です。そして日中の気温は水戸、土浦ともに27度まで上がる見込みとなっています。はい、結構蒸し暑い一日になりそうですね。そうですね、私先ほど外の様子見てきたんですが、水戸市の上空はどんよりとした雲に覆われていたんですね。この後気温も上がりそうですから、水分をしっかりとって体調管理気をつけていただきたいと思います。はい、はい、それでは行きましょう。行きましょう。いばきら TV ステーション行ってみて。いばきら TV ステーション、この時間のメニューのご紹介です。まずは茨城新聞の注目記事を紹介する朝刊ピックアップ。続いて県内の今がわかる茨城新聞ニュース。いばきら TV スタッフ独自取材のニュース、いばきらニュースプラスワンもあります。そしていばきら TV おすすめのオンデマンド番組、いばきらロードもお届けします。今週から始まりました新コーナー、テクテク茨城界隈散歩道のコーナーや、いばきら医療ワンポイントアドバイス、こんにちは県立病院もお届けしていきます。今日も内容盛りだくさんです。まずは朝刊ピックアップからスタートです。須藤さん。はい、朝刊ピックアップです。本日はこちらです。霞ヶ浦市で梅の出荷の話題です。梨畑や梅林が広がる霞ヶ浦市雪入地区で、県内ではまだ作付けが珍しい梅、梅雨茜の出荷が始まりました。梅雨茜は梅と日本スモモを掛け合わせた品種で、生産している農家はまだ少ないということです。収穫期を迎えるとリンゴのように真っ赤に色づくのが特徴で、直径は6センチほどになるとのこと。雪入地区で梅雨茜を生産している石塚さんは、品質も良い、今年は豊作だと笑顔。出荷した実は大洗町の食品会社で加工されるということです。以上、朝刊ピックアップでした。茨城新聞ニュースをお伝えします。2019年に本県で開催する第74回国民体育大会についての第3回常任委員会が昨日水戸市内で開かれ、開閉会式を笠松運動公園陸上競技場で開催することを決めました。常任委員会では、会場が決まっていなかった正式競技のうち、ホッケーなど3つの競技の会場地も決定しました。未決定の残る5つの競技についても、今年度中には決定したいとしています。日本体育協会の国体施設基準では、開閉会式の会場は観客およそ3万人を収容でき、雨天対策として体育館を有すること、会場までのアクセス、駐車場が確保できることが条件です。委員会では笠松陸上競技場と鹿島市の鹿島サッカースタジアム、水戸市のケーズ電気スタジアムの3カ所を候補として比較検討した結果、笠松は収容人数で鹿島サッカースタジアムに劣るものの、観客席の増設を仮設で対応できることや国体施設基準以外の条件で他を上回っていることから選出されました。笠松は1974年の茨城国体でも開閉会式会場となりました。常任委員会の後には総会も開かれ、今年度の事業計画や収支予算を決めました。また開催地を代表して県市長会長の相田真一守谷市長と県町村会長の小谷孝明大洗町長に橋本雅知事から国体旗が贈呈されました。
次のニュースです。海水浴シーズンを前に水難事故を想定した救助訓練が昨日ひたちなか市の阿字ヶ浦海岸で行われました。訓練は水上バイクが波消しブロックに衝突し牽引していた10人乗りボートが転覆して数人が海に投げ出されたという想定で行われ、ひたちなか東海広域事務組合消防本部と茨城海上保安部の隊員のほかライフセーバーなどおよそ100人が参加しました。ライフセーバーが水上バイクで遭難者を救助し救急隊に引き渡すまでを実践しました。漂流者の、救出に向かわせます。バイクなの？水上バイクの人間？バイクの運転手がいるこれ。でも受けねえんだ。衝突した箇所の付近をじゃあ捜索させる。海上保安部のヘリコプターと巡視艇が捜索や救助にあたり、特殊救難隊員が遭難者をヘリコプターに収容する訓練も行いました。いち早いこの救助、その体制作りといいますかね、初動対応をいかにするかというのが、今回の訓練の目的でございます。今日も訓練した場所は4メートル、5メートルあります。そういうところに、不用意に近づかないというのがやっぱり条件なのかなと、そのように思う。最後のニュースです。岡倉天心の半生を描いた復興支援映画天心の完成報告試写会が昨日、橋本勝知事をはじめ映画支援者らおよそ150人を集めて水戸市笠原町の県市町村会館で開かれました。北茨城伊豆田を舞台に新たな日本画の創造に挑んだ竹中直人さん演じる天心と横山大観などの師弟愛が没後100年の時を経てよみがえりました。映画天心は東京美術学校の校長として新しい日本画の創造に活躍した東京時代と弟子たちと再起を図る伊豆田時代とに分けて描かれています。女性問題をきっかけに美術学校長職を追われた天心は大観ら弟子4人と北茨城に移り再起を図ります。天心は画業に励む弟子たちに時に厳しく接し時に慈悲深く声をかけます。無用の用としての熱き芸術論が竹中節で紡ぎ出されます。共に競い合ってれば素晴らしい映画だと想像してなかった。もう想像以上に素晴らしい。非常にいい作品だったと思ってもらって非常に嬉しかったですね。やっぱり彼らの姿にやっぱり県民の方も震災を経たりしてだいぶ厳しい思いもしてると思うんで、この映画を見てとりあえず元気になってもらって、茨城県ということに誇りを持って自信を持って、行ってもらえたらこの映画最高に嬉しいです。映画は9月2日東京芸大の総学堂で完成披露試写会が開かれ、県内では映画天心を上映する会が中心となって県民動員10万人を目標に上映化を展開していきます。多くの皆様に芸大においでいただいて見ていただきたい。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。続いては、須藤さん。はい、いわきらニュースプラスワンのコーナーです。本日も先日東京都内で行われました茨城県魅力度アップキャンペーンキックオフイベントの模様をご覧ください。 VTR 行ってみっぺ。イベントが行われたのは東京都銀座にある茨城マルシェ。こちらのお店は茨城の旬の食材やご当地ならではの商品を提供している、まさに茨城尽くしのお店。
イベントには橋本健知事をはじめ、お笑い芸人ピースの綾部裕二さん、渡辺直美さんが登場。なめんなよ茨城県をスローガンに、おすすめ観光スポットや名産品などさまざまな茨城の魅力を紹介していただきました。せーの、なめんなよ茨城県。もちろん茨平 TV も紹介してもらいましたよ。このインターネット番組がありまして、この茨平 TV でございましたね。茨平 TV、 茨平 TV でございます。 TV、 ね、はい、失礼しました。茨城県のね、面白いね、情報だったり、はい、ニュースいいところなんかをね常に配信してますので、うん、こちらネット配信なので、あの全国の方に、あの皆さん見ていただけますので、はい、こちらね茨平 TV でございますのでね、インターネット番組ぜひともこちらもね茨平で検索できますので、こちらもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんな無茶ぶりもありました。はい、ギャグみたいなのあるんだ。ギャグ、茨城のギャグ、茨城の芸人さんとして、はい、まあまあまあ、それはもちろんね、ここでやっぱないって言ったら芸人じゃないですから、それはもう考えてますよ。はい、もちろんです。ジャニーさん得意ですか。得意ですかね、はい、いいですか、じゃあね。茨城とってもいいとこ。指示を受けます。指示が大爆笑。じゃあ私の茨城アピールダンス踊りましょう。はい、指示見てね。じゃあ地味だよ。地味だよ。音がねってこんなにきついんだな。なんでこんな大手の人がお前の地味なダンスをみんな撮ってる。この度、茨城、宣伝隊長に、選ばれましたピース綾部です。私と渡辺と一緒に茨城県を盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、茨城県宣伝隊長の渡辺直美です。茨城の魅力をたくさん全国の方に伝えていきたいと思いますので頑張ります。皆さんよろしくお願いします。なめんなよ茨城県、茨城キラキラキラ。さあ、たやさん、昨日とは違う映像が流れまして、はい、そうですね、ダンスがあったりして、はい、賑やかな感じでしたね。はい、でも綾部さんの時、はい、全然笑ってなかったですね。私ですか。はい、いや、ちょっとそういうの やめてください。そういうのちょっとやめてください。してましたけど。笑ってましたよ、皆さん。まあ、こちらはね、はい、茨城県と吉本興業がタッグを組んで行われたイベントで、はい、でですね、その他こんな一面があったんですけれども、橋本県知事がですね、はい、あ、こちらこれ一見 PR に見えるじゃないですか、はい、飲むヨーグルトの。美味しそうですね。これですね、現場で綾部のピースさんと、ピースの綾部さんとですね、県知事が仲良くなって、これ、はい、県知事が自らご馳走したらしいんですね。そうなんですか、はい、ものすごい仲良しになっているんですね。はい、はい、こうやってやっぱり茨城県のいろんな人たちと、はい、吉本興業のいろんな人たちが仲良くなって、はい、いろんなイベントでこう茨城の魅力を伝えていければいいですね。そうですね、これからも注目、はい、期待したいと思います。はい、以上、茨城ニュースプラスワンでした。続いては、茨城 TV のおすすめのオンデマンド番組、茨城ロードをお届けします。今日配信の最新版をお送りしますよ。それでは VTR、どうぞ。霞ヶ浦、継承の地、霞ヶ浦。こんなに近くを走れるんですね。気まぐれな梅雨空に千春ちゃんはちょっとやばいんじゃねえかっていう状況が好きなんです。初めての雨、霞ヶ浦を一周できるのか。うわー、やだ、虫。すごい。絶品グルメと癒しの温泉、茨城ロード霞ヶ浦一周に挑戦。おはようございます、水野千春です。今回は霞ヶ浦に来ています。そして霞ヶ浦といえばこちら、じゃーん、なめがらバーガー、なめパーくん。甘いな、のび太くん。実はこれ霞ヶ浦で採れたアメリカナマズのバーガーなんです。こちら行方市観光物産館こいこいで販売しているご当地グルメ、行方バーガーは全部で4種類。霞ヶ浦で養殖したアメリカナマズをチリソースで味付け、なめパック。
いただきます。うん、あ、うん、うん、おいしいです。長崎美味しい。ナマスって言うんで、もっとなんかちょっとドロッとしたのを勝手に想像していたんですけど、結構あっさりですね。パクパク食べれちゃう。美味しい。なんか白身魚みたいなあっさり感があります。霞ヶ浦で養殖した鯉を竜田揚げ風に仕上げた鯉パックン。うん、噛んでいくとちゃんとあの味がします。鯉の味がする。美味しいです。茨城県産の豚肉をメンチカツにして特製ソースで味付け、豚パックン。あ、これは美味しい。すごいメンチカツホクホクしていて、ホクホク、すごいボリューミー。地元で育てた合鴨と鶏肉をミックスして照り焼きソースで味付け、カモパックン。カモだけに美味しいかも。なんつってドヒャドヒャドヒャ。いただきます。うん、あ、美味しい。結構あの甘いタレが照り焼きバーガー好きにはたまらんバーガーになってるんじゃないですか。ここでお得なクーポン情報。今回ご紹介したなめがたバーガーを買うとドリンク1杯サービス。詳しくは茨城食と農のポータルサイト、うまいもんどころのお得な直売所クーポンをご覧ください。今回はこの霞ヶ浦をぐるっと半時計回りに一周行ってみたいと思います。それでは行ってきます。今回のツーリングは霞ヶ浦を半時計回りにぐるりと一周するおよそ125キロの旅。走れるのが魅力のツーリングルート。今回の相棒はスズキ GSR750ABS。 もともと輸出専用として欧州で人気だったモデルが今年の3月ついに国内で発売。高性能スポーツモデル GSX-R の血統を受け継ぎ、ツーリングからスポーツ走行まで幅広く楽しめるのが魅力。乗ってみてなんですが、まあ楽ちんです。やっぱ排気量が大きいんで、全然あのパワーがあるんですよ。ポジションがですね、結構あのスポーツタイプというか、セパレートハンドルのオートバイみたいな、ちょっと前傾な感じが。でもスクリーンはないんですね。なのでダイレクトに風を受けれる感じがまたより一層、なんだろう、オートバイと一緒に走っている感があるんじゃないかって私は思います。これも釣り人、おお、何か釣ってる。たくさん釣りをしている人がいますね。何が釣れるんだろう。霞ヶ浦はワカサギ、
シラウオ、エビ、ハゼなど水産資源も豊富、絶好の釣りスポットなんです。ここは気をつけながら行かないと、かなり道も細いんでね。ところどころにある河口は道幅が狭いので慎重に走ります。ちゃんと安全確認しないと危ないですね。細い、細かった。湖の北まで来たら国道355号に出て次の目的地へ向かいます。すると、なにこれ、ありましたよ、古墳すごい、ようこそ行方市やってまいりました。入ります。わーすごいね、到着。これ何だと思います？実は古墳なんです。早速登ってみましょう。三枚塚古墳農村公園、5世紀後半に築造されたと推定される前方後円墳で、行方市を代表する遺跡公園なんです。高いところに目がない千春ちゃん、時間が足りないんですよ、人生は。よし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 、到着。そしてそして頂上から見える、カメラさん見てくださいよ、見て霞ヶ浦の綺麗な景色も見てわあ、高い建物が周りに何もないので、もうこう360度パノラマビューです。高さ8メートルの古墳から見える霞ヶ浦の景色はまさに絶景、とっておきのツーリングスポット。霞ヶ浦の最北端を流れる小伊勢川を渡り、いよいよ霞ヶ浦の西側へ入ります。ここから湖岸はダート道に。すごい道がボコボコしてますすごい、ちょっとナチュラルなダート道ですよこれ。また続けちゃう大冒険だこれ発生いたしますダート道は一部のみ、すぐに舗装路へ戻ります。茨城県を代表する景勝地霞ヶ浦。すると千春ちゃんは、それではこの美しい霞ヶ浦を見て一句読みたいと思います。霞ヶ浦、湖面に映る我が心。おお、その心は、まあこんな穏やかにね、波も立てずに平穏無事にいたいものですね。なんかうまいじゃんありがとうございます。裏も表もないです。次の目的地へ向かいます。古墳公園、あれです、あそこ入りたいと思います。今度は西側の古墳公園に入る千春ちゃん、すると思わぬハプニングが。あれ、
あれあれ、なんであれなんであれ、千春ちゃん何やってんの、ね、なんでなんでこっちのセリフだよ、茨城県ですよ、ここなんでこんなとこいるのあれ、びっくり、ちょっとすごい偶然です、カメラさん、私の知り合いのライターのネギさんです。ネギでございます。突然なんと千春ちゃんのお知り合いに偶然遭遇。え、じゃあせっかくなんでちょっと改めて自己紹介どうぞしといた方がいいですか。はい、ライターのネギと申します。今回はですねバイクブロスという会社の、ウェブマガジンで、原付ライドというのがあるんですけども、その中でですね私が原茶でチャチャチャという、原付を使ったですねツーリングの連載をさせていただいているんですけども、それの取材です。すごい、これ今話題になってるオートバイですよね。そう、みんなが欲しいクロスカブですね、ホンダの。すごい、楽しいバイクなんですよ今回これでね。ところでネギさん、原付ライドはこちらで紹介したんですから分かってますよね。分かってます、分かってますって。もお主も相当ちゃっかりしておるの。いやー、サイカー様ほどではないですよ。頼みますよ。ということで原付スクーターとミニモトの専門サイト原付ライドさんの原茶でチャチャチャのコーナーにて今回の模様が掲載されることになりましたので、こちらも合わせてご覧ください。旅は道連れ世は情け、ネギさんと一緒に古墳を見に行きます。大きいですね。おすごい。富士見塚古墳公園は6世紀初めに築造されたと推定される前方後円墳で県内有数の規模を誇ります。あ、なんか走ってる。ずるいな。わー、お、すごい、すごい、おこの霞ヶ浦の絶景見てください。霞ヶ浦帰ってこない、帰ってこない。標高35メートルの頂上から見る霞ヶ浦はまさに絶景。冬の晴れた日はその名の通り富士山を望むことができるのです。霞ヶ浦、帰ってこない、帰ってこない。はい、チーズ。ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。楽しかった。楽しかったです。それではまたどこかの道で。さよなら。そして霞ヶ浦一周を目指す千春ちゃん。しかしまさかの雨。あと4分の1ぐらいですね。うわー、やだ、無事。ちはるちゃんは無事霞ヶ浦を一周することができるのか、次週のお楽しみに。続いては今週から始まりました新コーナー、テクテク茨城界隈散歩道です。 VTR テクテク。こちらなんかどれか味見させていただくことはできますか。こちら
はい、じゃあこちら失礼します。はい、はい、じゃあいただきます。ワカサギの甘露煮です。いただきます。うわ、一口で食べちゃった。うん、おいしい。骨まで柔らかく煮た。柔らかいですね。お子様やお年寄りまで幅広くて、はい、カルシウム、うん、カルシウムたっぷりな感じがします、はい。そして、そちら同じワカサギでも唐揚げ。そうですね、はい、最近こちらのおすすめ品なんですけど、はい、またサイズがちっちゃいですね。はい、そうです。はい、いただきます。唐揚げです。うん、なんかつまみに、はい、あの油で揚げたすごい感じはなくて、あさりとしていて美味しいですね、はい。また冷蔵庫で冷たくして召し上がると、もっと美味しくいただけます。なるほど。はい、そしてなこちらのパッケージなんですけれども、はい、こちら手書きなんですか？そうなんです。こちらはあのお店の奥様が手書きで書いてます。そうなんですか、はい。素晴らしい書体ですね。こちらの地方発送もしていただけるということなんですけれども、はい、はい、そうですね、こちらの方はあの全国各地からあのお電話で注文がありまして、それをお店で梱包して送らせていただいてます。これからのギフトシーズンにぴったりですね。そうですね、あとお祝い事法事でも、なるほど、利用していただいてます。今日は霞ヶ浦名産の佃煮屋さん、飯田屋さんにお邪魔いたしました。ありがとうございました。楽しかったね。続いて、いばきら医療ワンポイントアドバイス、こんにちは、県立病院ですをお届けします。VTR、どうぞ。いばきら医療ワンポイントアドバイス、こんにちは、県立病院ですの時間です。このコーナーでは、毎回県立病院のスタッフの方々にスタジオにお越しいただき、正しい病気の知識やその治療法について分かりやすくお話しいただきます。今日は、がん手術の最前線、茨城県立中央病院の島津井徹医療教育局長にお越しいただきました。先生は筑波大学附属病院から地域医療向上のために県立中央病院に支援に来られている先生とお伺いしております。先生こんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さて先生、がんは依然として死亡率も高く、とても怖い病気ですよね。そうですね、2人に1人はがんを患い、はい、3人に1人はがんで亡くなってしまうのが現状です。そうなんですか。では今日はがんの手術についてお伺いします。手術といいますと、最近腹腔鏡手術などをよく耳にしますよね。手術は大きく分けて2種類あります。メスでお腹などを切り開いて行う開腹手術と、何箇所か穴を開けてそこからカメラや鉗子を挿入して手術する腹腔鏡手術というものがあります。この模式図は腹腔鏡手術を示したものですが、お腹の穴にポートと呼ばれる筒状の器具を装着しておき、それを通してカメラや鉗子類を挿入して手術を行います。どのような手術にも利点欠点がありますが、腹腔鏡手術の一番の利点は傷が小さく術後回復が早いこと、また患者さんの身体的、精神的負担が少ないことがあります。メリットが多いということなんですね。そうですね。この写真は一例ですけれども、はい、1人の患者さんに対して左右の腎臓の手術を異なる時期に行ったもので、片側は開腹手術、もう反対側は腹腔鏡手術でやっています。あ、そうなんですか。腹腔鏡手術は傷が小さいだけでなく、患者さんがご自分でつけた痛みスコアの方から分かるように、傷が腹腔鏡手術の回復では
県と地方でも違うということをおっしゃられていました。かなり違うということなんですね。一方欠点と しましては通常 2D のカメラを見ながらの手術であるため視野が狭くて奥行きが分かりにくいという欠点があります。またこの図から分かるようにポートの位置と方向で監視操作が制限されますので、縫合操作のような細かい作業がやりにくいという欠点があります。なるほど。お腹を開けて手術をすれば直接切ったり塗ったりと自由が利きますが、腹腔鏡手術はカメラを通して長い監視を使って手術をすることとなるんですね。はい、術者の手が直接使えるわけではないので、特に狭いスペースで行う手術ですと、まあ、監視同士の干渉などもあって非常に高度な技術を要求される手術です。私は専門は泌尿器科なのですが、特に前立腺がんに対する前立腺の全摘術を行う場合に腹腔鏡手術をやろうとすると狭い骨盤の中の操作になりますし、膀胱と尿道をつなぎ合わせるという縫合操作が必要なため、極めて高度な技術を必要とする手術になります。本日はがん手術の最前線ということですので、この腹腔鏡手術をやりやすくしてくれる手術支援ロボットの紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。ダヴィンチという名前の機械で、まもなく県立中央病院にもこの機器を導入する予定です。はい、このダヴィンチのシステムですが、この左側の部分にある操作コンソールというところに座った医師が操作をすると、この本体のカメラや監視を取り付けたこのアーム、これが動いて手術操作を行うというものです。こちらで操作をするとこの機器が切ったり塗ったりするんですね。この本体についているカメラや監視は患者さんのお腹の中に入っている状態になりますので、まあ、いわゆる遠隔操作ということになります。ダヴィンチのカメラは光学10倍ズームの 3D カメラですので、この操作コンソールを覗くとお腹の中の様子が、拡大の 3D で見えます。やがて奥行きや小さいものがよく見えて非常に細かい作業が可能となります。さらに、動画の方を示しますが、ダヴィンチのアームというのは、多数の関節を持っており人間の手と同等の可動域があります。さらに手ブレ補正という機能もついていますので、このビデオの縫合操作のような細かい作業が正確かつ迅速にできるように工夫がなされています。こちらの動画はさらにトレーニングの様子を収めたビデオですが、ダヴィンチは小さな折り鶴を折っているところですけども、人間の手と同等の作業ができることを示しています。このように、非常に小さい、これはコインのサイズで小さいむしろ人間の手よりも細かい作業が可能なのかもしれません。そうですか。医療技術の進歩は素晴らしいものがありますね。そうですね。ダヴィンチは今後腹腔鏡手術の世界では主流になっていくんだろうというふうに見込まれています。現在日本で保険診療で行われる手術は前立腺がんに対する全摘手術のみですけども、アメリカでは前立腺全摘術の8割、また子宮の摘出の6割がこのダヴィンチで行われており、術中の出血が少なくなり、術後の合併症も減らせるというようなデータが出てきています。現在国内には約100台が導入されていますけれども、今後日本でもこのダヴィンチとダヴィンチによる手術の技術というものは急速に普及していくのではないかというふうに予想しております。そうですか。患者さんに優しい技術がどんどん開発されると嬉しいですね。今日はがん手術の最前線と題しまして、手術支援ロボットダヴィンチのお話を県立中央病院の島津先生に伺いました。先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日夕方のいばきら愛のコーナーには水戸芸術館の専属劇団 ACM の皆さんが登場します。朗読劇魂の掃除屋さんをご紹介してくださいます。楽しみですね。楽しみですね。役者さんのこの ACM 劇団の皆さんが来てくれるの初めてなので、トーク期待しましょう。期待したいですね。はい、ぜひご覧ください。はい、次のライブ配信は午後4時55分からです。お楽しみに。はい、それではこの後も笑顔あふれるキラキラな午後では。
キラ光ってた筑波の夜景、朝まで語った茨城の海。